木本菊夫は日本の工学者。専門は計算力学、材料力学、破壊力学。東京工業大学名誉教授。東京工業大学副学長、アメリカ機械学会フェロー、日本機械学会会長、自動車技術会,技術会議議長、日本技術者教育認定機構副会長等を歴任した。神奈川県立湘南高等学校を経て、 1975年、東京工業大学工学部機械物理、工学科卒業。1977年東京工業、大学大学院理工学研究科機械物理、工学専攻修士課程修了。1977年、東京工業大学工学部機械物理工学科助手。1982年東京工業、大学工学博士、坂田正に指示。 1987年ケンブリッジ大学客員研究員1988年東京工業大学工学部一般材料力学講座助教授に昇格1993年東京工業大学工学部機械知能システム学科助教授1995年東京工業大学工学部機械知能システム学科教授に昇格 2003年日本機械学会材料理学部門長。2004年東京工業大学副工学部長。2012年東京工業大学副学長。同年東京工業大学大学院、理工学研究科工学系長、工学部長。2016年東京工業大学環境、社会理工学院長、日本機械学会会長。 2018年東京工業大学名誉教授。2019年日本工学会会長。2020年新エネルギー。産業技術総合開発機構技術。戦略研究センター長。自動車技術会議術会議議長。日本技術者教育認定機構副会長。文部科学省科学技術。学術審議会委員等も歴任した。ありがとうございます。